はい、デトロイトビカムヒューマン実況やっていきたいと思います。第3回ですね。第1回第2回とやってからもうずーっとウィーレやってたんで、ちょっと更新が遅くなっちゃったんですが、ちょっとウィーレやりすぎて、ちょっとそろそろ他のゲームやりたいなってことで、またデトロイトに戻ってきました。ということで、アンダーソン警部補を特定する。この前は、そう、この前はおじいさん家で坊主がおじいさんの息子にお金をくれって言われて断ったところで終わったんかな。で、その次の話、また初めの人に戻ってきたね。何をすればいいのかな。何をすればいいんだろう。警部補、警部補を見つける。まあ歩いてってみよう。こいつは、ここめちゃめちゃアンドロイド言われるね。めちゃめちゃデニスワード。こいつは違うよと。こいつも、めちゃめちゃアンドロイドいじめられてるね。こいつらみんな調べとくか、一応どうせ暇だし。こいつじゃん、ハンク・アンダーソン警部補。はい、見つかった。で、自己紹介しようか。アンダーソン警部補、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。そうだそうだ、コナーって名前だった。先ほど一緒にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ。なんか落ちぶれた警察って感じだね。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。この警部補も結構アンドロイド嫌いな感じだね。まあ協力しよう。お酒はそのくらいにして一緒に来てください。その方がお互いのためです。全然こいつ来ないじゃん。まあ説得しよう。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは十分承知しています。ですが、これっぽっちも気になんかしてないね。分かったらその足踏みつぶされちまう前にうせな。こいつめちゃめちゃアンドロイド嫌いだね。一杯おごってやろう。ちょっとこうしましょう。最後の一杯をおごります。どうです。すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつはダブルで。あ、こいつ結構なんかおごってもらうのいい気になってるっつうか、悪くないね。なんかプラスチック野郎なんかにおごられてたまるかとか、そんなこと言うかなとか思ったけど、よかったよかった。殺人って言ったか。お、話してくれる。さあ、ちょっとと心開いてくれたのかな。で、事件現場に来ましたよと。ここで待ってろ。すぐ戻る。まあ我慢しよう。ここは待ってろって言われたし。そうそう、それでいいんだよ。相反する命令、優先事項を選択中。アンダーソン警部補についていく。チャンネル16のジョス・ダグラス。いいや、降りよう。いや、これ悪いがノーコメントだよ。ついてていいかな、怒られるかな。入ってくるなって言っただろうとか絶対言うよね。入っちゃう、これ入っていいのかな。アンドロイドは立ち入り禁止です。めっちゃいじめられてる。俺の連れだ。笑った。
あ、入れるじゃん。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。ではハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこだ。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。こいつが殺され何があったか教えてくれ。R1 でカメラの角度を変える。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、死体の発見ってやつさ。そっか、これの人は大家さんね。まあいいや、入ってみようか。入っていいかな。窓開けてマシにはなったけどな。会社の名前はカルロス・オーティス。うわ、めっちゃ殺されてんじゃん。窃盗と過重暴行の犯罪歴ある。証拠調べて報告を聞く。付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。ったく、これなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろ。いや、グロいなこれ。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は？いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は？今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。指紋なし。へえ、もしかしたらアンドロイドが殺されたかも。あとはご自由に。乾いた血痕。何かあったら呼んでくれ。19日以上。もうちょっと調べようか。証拠が全然足りないって。これもか。アンドロイド殺すとかあるの？レッドアイス。ドラッグを常用した。なんかドラッグ使ってるやつばっかじゃない？この前のあの女のアンドロイドやった時もそんなおっさんいたよね。話しかけてみようか。これ話しかけれるのこれ。あ、まあ、とりあえず先にこれ調べよう。あ、でも指紋あんじゃん。揉み合った形跡。あれ、さっきのアンドロイドの活字みたいな文字だ。人間の手じゃこうは書けないだろうな。アンドロイドのが関与ってのはなんだ。へこみ、シリウムの痕跡。で、またカルロス・オーティス。で、再現してみようか。ここにいて？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ここにいて何か殺そうとしたのかな。はで、あ、そういうことか。ここにいる何かをナイフ持ってるやつとこうやってやり合ってて、間違い、こっちか。やり合ってグワッやって、こうです。これ倒れたのね。はい、オッケー。で、バットは？バットはあそこに落ちてるけど。あ、もう一個ここで分析がある。変異体を襲われた精神的ショック。あ、もともとこのアンドロイドかな、アンドロイドが襲われて、で、それで精神的ショックを受けて、で、ナイフで反論した。へえ。じゃあ犯人これアンドロイドってこと？会社の地下。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。どれどれどのどれっつった？レッドアイス。会社はパーティー好きなのかな。あ、さっきのドラッグね。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。了解です、警部。もうだいぶ調べられたかな。あ、これもここにもある。こ
ういう本って読むとどうなんだろう、あんまよくわかんないんだけど。アンドロイドが監視、まあいいや、アンドロイドやる方がマシ。てかまあ本に興味ないからいいや。で、あと調べるところは、あ、ここにあるじゃん。これさっきのやつも読んだからいいわ。で、この辺にもあったよね。これか。開ける。で、外に行く。足跡もあんのかな、これ。あ、足跡あったあったあった。K52 型。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間もたちゃ、足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。どういうこと？こっから、ここ以外から逃げたってこと？ほーん。他になんか調べるとこは？あそこは本だけでしょ？で、ここはもう見たでしょ？あれ、あと何見りゃいいんだ？こっち行ってみるか。この辺なんかある？被害者を調べる、あ、そう、被害者調べてなかった。ここはシャワー室。何度も書かれた文字、気持ち悪い。こういうの本当やだわ。自分家の風呂とかにこんなん書かれたらもうホラーだよね、このゲームやった後に。あ、なんかある。宗教的な捧げ物か。ちょっとよくわかんないけど、これは殺された人のやつか。で、ここの部屋は特に何も調べるものはもうないよと。よし、出よう。ここさっき来たとこ、さっきの本が置いてあったところか。じゃあ、ほらさっさとしろ。朝までやってるつもりか。落ち着け。ここにずっといたいやつなんているわけないだろ。浴室に妙なものがあるな。お前見たか。あ、さっきのあれか。え、あと何すりゃいいんだ。あ、ここになんかある。これ何すりゃいいかよくわかんないんだよな。エデンクラブで、ここにもなんかある。まあ、ただのこれ、え、手がかりどこあんの。あそこになんかあるぞ。壁になんか文字が、あ、さっき書かれたやつか。いけないやん。この辺？これか。うぃ、気持ち悪い。カルロス・オーティス。で？やば！ナイフ28箇所あって。反撃されただけじゃないんだ。で？目。死亡。ひー、怖え。死ぬとこんな風になるのか。あ、で、ドラッグも残ってるよと。再現してみっか。
これなんか分析。被害者はここで倒れた。はあ、で後ろまで行って苦しんで死んだ。28回も刺されているようです。そう、28回ってやばいよね。犯人は相当恨んでたみたいだな。でも何、アンドロイドが殺すとかあんの？その28回も。均一の文字、ちょ、もう一回見よう。あ、確かにこれはすごい。確かに人の字じゃなさそうだよね、これ。血で書いたんでしょ。 I am alive、 私は生きてる。はい、で、あと何つんだっけ。この辺もうちょっと漁ってみるか。あれ、もう一個なんかある。もう全部調べ終わったよね、こいつは。あれ、まだなんかあんの？何やってんだろう。やることを探すのが難しいぞ、これ。被害者を調べる。あと犯行ゲーム。あれもこれ、被害者はまだあんの？これ。朝になっちゃうぞーって言われてるけど、またこれに来ちゃった。これ結局読んだ方がいいかな。読んでみようか。なんかしょうもない本だったわ。え？あと何やんのこれ。被害者を調べる、証拠を検証。ちょっと待って、証拠がよくわからん。証拠どこ。なんかある。え、マジでなくない？でもこいつさっき調べ終わったじゃん。どっちも見たじゃん。ちょ、外行ってみるか。この辺あれ出れないだけ。あと何を調べてないんだ。俺は帰るぞ。楽しかったぜ。それじゃあな。待ってください。私だけ残るわけには。そりゃ残念なこったな。だが俺は帰る。悪いな。あと5分さえあれば捜査を終えられる。あ、な、時間切れとかそういう感じ。お願いします。バーでの一杯お忘れですか。5分でいいんです。やば、めっちゃせかすじゃん。何やればいいんだこれ。5分だぞ。感謝します、警部。はいはい。で、これあとじゃあ5分以内に探さないといかんの。被害者を調べ、証拠検証。あとだから証拠1個でしょ。は？なくない？これ？これもう見たじゃん。まだあんのかなこれ。見たでしょ。で、再現。あ、これか。ここか。これなんかあるのか。やっと見つかった。被害者はナイフで刺された。これさっきのやつじゃなくて。あ、ナイフで刺された。バットで戦ってナイフで刺されて、あ、逃げて逃げて、でめっちゃ刺されたのね。28回。理解した。これで全部じゃないかな。もう全部調べ終わったよね。あれ、証拠検証十分。ちょ待って、時間切れとかあるんだけど。あと何があんの。やばい、時間切れになっちゃう。どうしようどうしよう。そんな調べることないでしょ、これ。
ここの本、この本はマジ何なの？そんな大事これ。でもここに本書いてあるからちょっと見てみるか。他に見ることわかんねえし。次で、アンドロイドが監視は？これもさっき見たやんな。やばい、何すんだこれ。うわー、ゲーム実況とか見てりゃこういうのわかんのかな。いやでもこういうの見たら思んないよな。もうあと3分しかない。マジで何すんだこれ。調べることがわからん。もうこれ本読んだし、これ出れる？出れない。被害者を調べる、被害者ってもう調べたでしょ。これじゃ調べ足りないんか。もう全部調べたでしょ。あ、ここにもなんかある。キッチンから来た。はい、あ、そういうこと。これで全部調べ終わったってことか。終わった。で、報告だ。危ねえ。時間ない。たいた、アンダーソン。あ、邪魔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 。アンダーソン終わったよーって。はい。警部補、何があったか分かりました。そうか。やっと分かったよ。じゃ、聞いてやるよ。事件の始まりは？キッチンの始まりはリビング、キッチン、浴室。あ、そんな覚えてねえ。リビングでした。お前、キッチンの荒れっぷりを見なかったのか？そもそもの始まりはそこだろ。え？揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットだよね。バットで。そうそうそう。それなら証拠と一致するな。続けろ。バットで襲ってナイフで反撃されたんだよね。で、被害者がアンドロイドを刺した。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？被害者は逃げたんです。これリビングに。リビング。そうだ、さっきキッチンからだった。ミスったわ。うわで、28回。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフでしょ。ナイフで殺した。なるほど。お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ？バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。アンドロイドの血が流れたってこと？数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。はあ、でもお前の目には見えるってことか。その通り。へえ。で、あとは血を探せってことか。ブルーブラッドの痕跡をたどる。なくね？もう一回今から探すのか。アンドロイドが行きそうなところ。でもやっぱりやられたキッチンじゃね？ん？キッチンのこの辺で揉み合ってたよね。ここで風呂でも行ってみる？なんかある、なんかある、なんかある。
はしごを使った高いとこ行ったってことか。これじゃね、ブルーブラッド。気持ち悪い。怖え。掃除道具倒れてきた。もうなんもないの。でもこっから登るための道具を見つける。はあ、もうこれは関係ないやんな。道具、はしご使って、この椅子使ったのってこと。おいおい、お前その椅子どうすんだ。調べたいところが。この椅子使って、さっきのところ、調べたいところね。どこだっけ。こっちだ、こっち。こっちの右の奥行って、ここに置こう。で、開けよう。いるじゃん。怖っ。これ何、カディアンドロイドの。探そうか。てかマジめっちゃ怖いんだけど、何これ。今行くしかないけ。変異体、ここにいるのか。さすがに襲われることはないっしょ。ひぃ、怖っ。何これ、しかも何このアンドロイド、めっちゃ怖いんだけど。これは仏像じゃない、ただの仏像なのか。アンドロイドじゃないのね。なんだよ、アンドロイドかと思ったじゃん。で、おいる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 、逃げた逃げた逃げた。これ仲間呼んできた方がよくね。一人でいたら帰り撃ちちゃうじゃん。まあいいや、でも逃げるってことはそんなに歯向かう気はないんでしょう。怖え。まあ行ってみよう、どんどん。うえい、怖い怖い怖い。なんだよ、ビビった。ずっと隠れたな、こいつ。僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。まあ確かにアンドロイドからしたら、お願いだ、身守んないと殺されるもんな。黙っててくれ。人間と一緒だね。おい、コナ、上で一体何してんだ。警護法、見つけました。わ、行っちゃうの。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。マジか、なんか同じアンドロイドだから結構助けてあげたいなとか思ったけど。見つけて終わり。これめっちゃ続き気になるじゃん。まあでもちょっといい時間だし。はい、ということでデトロイトシャープ3、一旦ここで終了です。次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。